行くよ。僕たちが武士の世を終わらせる。僕たちには大義がある。今一度維新をやり直し、弱体化した国家を立て直すため。これ以上過去の力に頼ればその痛み苦しみがおまんを殺すぞ。今まで俺に剣を向けて生きていた者はいない。俺の憧れた宮本武蔵とこのまま生かしておくわけには。ここからは俺が相手だ。悪いが俺が少しでもお前たちを削っておきたいからな。陰陽術の自負ですね。陰陽術を使わせるために桂さんが持たせたものでしょう。なら恩師はそのために死人の力でも先祖の力でも借りる言うんか。わしは天然理心流を背負っている。負けるわけにはいかない。これで桂たちを切れるんだから。もう邪魔しないでよね。この町を火の海にする気かもしれませんね。正気じゃないな。あいつら今日の町をめちゃくちゃにするつもりか。この女に不意打ちは無理だ。わずかな殺気にも一瞬で反応しやがる。ここは世の中狂ってないとやってられないよ。斉藤さん、全力で来てください。私も本気で行きます。沖田くんが本気なら私も本気で行くよ。土方さんが私と戦う気になってくれた。長倉くんと戦う運命なのね。私が近藤さんの過去の怨念を切ります。二代目宮本武蔵剣山長短赤蓮振りかざす。太刀の元こそ地獄なり。一足進め先は極楽。見てねえよ、お前のまな板胸なんか。出会いと青春の第3章新選編開幕。乙女剣武蔵新選編2019年10月9日配信予定。